さあ、おはようございます。カイチです。バイオハザードのクリスでハード。で、いろんなトロフィー取っていこう動画、第2弾ですね。よろしくお願いします。俺、どういう順番で行くと、効率がいいかな。とりあえず普通に進めていこうかな。で、この子はここで倒したいんだよね。クリムゾンになった時に分かりやすいから。場所が。すごい、生きてる。これで剣の鍵が終わるかな。なんかある。ああ、鍵あるんだ。へえ。これは？動く？動かない。もうアイテムなさそう。で、反対側から誰かがやってくると。下のやつもここで動き始めるんだよ。せい。まあもちろん敵なしだよね。でも今の2匹多分クリムゾン化するな。 だいぶ後でまた通るもんね。この時ダメージ食らわなきゃいいけど。もう行くか。で、今大変なことを思いついちゃったんだけど、これリチャードの解毒剤のイベントって、あ、でもクリスが行けばいいのか。じゃあいいか。レベッカが動くときにクリムゾンいたら大変だなと思って。こっち側から行ったらワンちゃん出てこないのかな？あ、ワンちゃん出てこない。逆サイドから来ないとワンちゃん出てこない。出番なしじゃん。多分もう通らないと思うし。あれ？あ、アイテムないんだ。なになになに？落ちない？
むっちゃ強いじゃん。むっちゃ強いじゃん。むっちゃ強いじゃん。え、死なんよね。あー。物理的におかしいよね。あの爆風があって、隣が巻き込まれないって。めっちゃ4人仲良しで、川の字になって寝とるじゃん。ショッツガン。で、すべての武器を装備するみたいなトロフィーがあったと思うんだけど。あ、使っちゃった。これ装備したら、どう？撃っといた方がいいかな。そう、これ反動がね、ジルより短いんで、連射しやすいんだよね、クリスは。そういう違いもある。んで、小さな鍵、どこで使うか。キーピックがいる場所、しばらくないんじゃない？これ多分、ウェスカーの差し入れだけど、緊急スプレーだけか。弾薬ないんだ。さすがハードだね。ハード通常でどうやってクリアするんだろう。非常に難しそう。弾丸置いておく。弾丸置いてなかったんだけど。私が先に行って脱出経路を探す。ウエスカー。あ、でもなんか、まだ調べてないな。まあ、いいか、後で。なんかあったらしい。一斉にクリムゾンになるから怖いね。You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. レベッカ登場。Richard, what the hell happened to you?This place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room.I'll go get it. 任せろ。Please hurry. Hold on. I'll be back.
なんかレベッカのコスチュームがもろ救急隊って感じだったね。背中に赤十字あったし。Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? レスキューって書いてある。戻らないかな。俺はクリス編だとここまで計算しないからね。ここまで強制的に戻されるのを計算に入れつつ動かないかんと。でも血清取りに行ってからまた同じ部屋戻るんだもんな。フォレストに挨拶しに行こうか。フォレストいなくね？あ、いるわ。来ちゃったか。まあもちろん一発だわね。あ、アイテムないんだ。うん、終了。安らかにフォレストさん。ハーブ、ハーブっていうかハードは相当難易度高そうだね。ここいそうだな、もう。いるね。なんと影が見えます。後ろから。
マガジン60発。あ、ここないんだ。入ってももうなさそうだね。お、ハーブ食べとかないかんな。そろそろ復活するでしょう。赤い赤い。オッケーオッケー。君はまだか。まだ白いね。日焼けてないね。いやー、復活するよね。まだ、君まだ。奥の子は奥の子はまだ。ドキドキするな、いつ来るのか。そう、蜂が2つ空きがあればいいかな。ハーブマジいらん。あ、小さい鍵ここでいるんだ。んー、じゃあこれ拾っといて、隣の部屋にあるんかい。ここで拾うとまずいな。うわ、インクリボンある。グリーンハーブない。よし。で、調合して、消費して。で、小さい鍵。まさか隣の部屋にあるとは。まずハリア、てか、ファイルか。んで、これか。そしてなぜか標本が蘇ると。あれにゾンビがいるより怖いよね。アイテム回収は終わったっぽいね。あとインクリボンで OK かな。
起き上がるんじゃないの？チェック。まだか。1階のやつは怪しいな。まだね。まだか。何を拾ってないんだろう。インクリボンとクレストはしばらくいらないね。デスマックスクを、でもはめに行こう。ああ、めっちゃ見えにくかった。嘘ついてなかったね。ハンドガンのマガジン置いてたんだ。75発目。よし。いいね。ルート的には多分問題ないかな。前と後裏。あ、ここ鍵いるんじゃない？多分。しまったな。ここはそんなに回数通れないからね、あんま使いたくないな。もう一回来ることあるかな。マスク2個、んで、ピアノ室で3個目。テレビで4個か。ここはもう通んないかな。あ、復活するなら今だぞ。まだか。多分もう通り抜けな、られなくなってると思う。多分もう通れないんじゃない？
よし。ホットガンの弾か。後で取ろうかな。違うな。こっちでデスマスクもう一個あるね。足りるか。まあ大丈夫だね。アイテム欄は多分。そろそろ。あ？もういないっけ？君。まだか。じゃあ、これを取って一旦。終了します。30分経ったんでね。終了します。ぜひグッドボタンで応援お願いします。あとはチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。